助上新一佐城新一12月19日から1943年11月29日は、日本の内務官僚、岡山県知事、長崎県知事、京都府知事、北海道庁長官などの要職を歴任した、広島県佐伯組塚市村出身、助上城平、次郎の長男として生まれる。広島県立一中、第一高等学校を経て、 東京帝国大学卒業。東京帝大卒業後、高等文館試験合格。内務畑を歩み1916年、内務省内務書機関、土木局道路課長。1922年内務省参事官兼、内務大臣秘書官、大臣官房文書課長となり、道路課長を兼務。1919年交付された道路法の起草者で、道路課長として、 住人を担当し、立案に尽力。立案に最し欧米の道路視察のほか、王朝時代から徳川時代の古典類を研究して、高級的政策を受立し、それを基礎として立法した。スケジョウの研究を基礎として、各法案が決められた。当時、道路法は法学会において模範的な立法として称えられたが、それはスケジョウの努力によるところが大であった。 1924年人事課長時代には、広島中学の後輩、長尾博吉を内務省入りさせた。1924年神社局長などを経て1925年に岡山県知事に就任。1927年、長崎県知事に就任。長崎盲学校の県立遺憾に尽力。1929年、京都府知事に就任。 県案であった伏見市ほか26町村の京都市への編入を実現させるなどした。国産初のホームスパンは、スケウが北海道に赴任した時、一緒に都道した京都福屋洋服店主が土産の羊毛を使って作ったのが最初という、1931年10月、北海道町長官に就任。当時の北海道は、 昭和初期に連続して発生した霊下による強作が開拓民たちを追い詰め、特に根室館内の球場は想像を絶した。スケジョーはその問題を解決するため現地を視察し、農業の合理化を推進、根室源や農業開発5カ年計画を策定、北海道の気候、風土に適した天災落農への転換を進めた。これをきっかけとして、 現在日本一の落農専業地帯と言われる、根室館内の落農王国の基礎が築かれた。スケジョウは最大の功労者とも落農の父とまで呼ばれ、別海町にはスケジョウの共像が建てられている。1934年に指定された大雪山国立公園の範囲拡張にはスケジョウの尽力があったと言われる。上富良野町吹上温泉の日って、 白銀荘は、スケジョウの命名。利尻島の長官山は、スケウエがこの地点まで登ったのを記念して付けられたもの。紅葉の美しい北海道の七日窓は、高山植物採集が趣味だったスケウエが、道内各地に植樹を進めたのが、始まりとされる。北海道うちには、雪印乳業中標津工場内、江差市町、厚沢部町など、至るところに、スケジョウの記号、 気文が見られる。また、酪農学園の前身となる、財団法人の能技術及び、のっぽろ機能学校設立に尽力、同法人の初代理事長になる予定であったが、病気のため自体、代わりに、黒沢鳥蔵を推薦した。ただし解説時の理事長として、スケジョウの名前が残っている著書に、道路法の概要、電気に、スケウエ一がある。ありがとうございます。